2020明治安田生命 J3 リーグの第7節、この時間はヤンマースタジアム長居からセレッソ大阪 U23 対蒲田マーレ讃岐の一戦をお伝えをしていきます。さて、それではホームのセレッソ大阪 U23 のスターティングメンバーをご紹介していきましょう。ゴールキーパーはアンジュンスです。ディフェンス4バック、右から吉成、西尾、田平、島村、ダブルブランチ、今日は岡澤が先発です。木田とコンビを組みます。右に吉田、左に松本凪、ツートップは藤尾とオーバーエイジ枠の沢上です。そしてアウェー蒲田マーレ讃岐のスターティングメンバーご紹介していきましょう。ゴールキーパーは清水健太、ディフェンス4バック予想しています。右から柳田、竹内、キム・ホヨン、松本直也、ダブルブランチ、今日は岩本と森川がコンビを組みます。下川は古巣対戦、左は川崎、ツートップは重松と林がコンビを組みます。ただセレッソ大阪 U23 もサイドバックはかなり、おっと、ここはブロックに行って、ゴールはそのボールはそのままどうだ、あ、そのまま入って、先制は蒲田マーレ讃岐です。ここは思わぬところでミスが出てしまいました。詰めていった重松が体に当てて、そのままボールはゴールに入っていきました。先制は蒲田マーレ讃岐です。重松は今シーズン初ゴール、体に当てていって、最後はアンジュースも追いかけたんですけれども、ボールはそのままゴールに入っていきました。気迫あふれる前線からのプレスを見せていった重松。讃岐は嬉しい早い時間帯での先制ゴールです。中入れてきました島村海、藤尾、最後はヘディングシュート、ちょっとタイミング合いませんでしたけれども、180センチ高さのある藤尾をターゲットに狙ってきました。流れたところ川崎が行く、川崎まだ強い、川崎から左には重松、どうするか、右にカットにして入っていく、右からシュート、右に流れていって最後はシュート打っていきました。19番の川崎です。松本凪、吉田、ドリブルから狙った、シュート打っていきました。吉田裕二、下川下げて、岩本から右サイド、いいボールだ、川崎胸トラップ中に入れてきた、林枠の外でした。決定機、蒲田マーレ讃岐、間で前田龍大ですが開いていた、ここは島村得意のドリブル、中に入れてきた、最後はフィニッシュ沢上でしたけれども、竹内も後ろからよくついていました。かなり密接状態ですけれども、島村が抜けた、島村ドリブル、島村から藤尾の右足、最後はシュート打っていきました藤尾翔太。距離ありましたけれども思い切って振り抜いていきました。讃岐は奪いどころで奪ってカウンターを仕掛けたい。吉田抜けた、吉田が行く、吉田からマイナスのボール、キラ、あ、失礼、松本凪のシュートです。あ、これは PK になります。ハンドで PK です。後ろから松本凪のシュート、手に当たったということで PK 獲得、セレッソ大阪 U23 です。キッカー藤尾はここは冷静に決めて、セレッソ大阪 U23 同点に追いつきました。これで1対1です。藤尾はこれで今シーズン3点目、4試合ぶりのゴールでまずは同点に追いつきました。2人で囲んで取りに行く、藤尾から沢上へのボール、竹内、ここも奪う、吉田からアウトサイドへのパスはつながらず、島村が来た、島村突破、島村パス、沢上の左足、清水、島村、まだあります。ゾーンで守るセレッソ大阪 U23、
こぼれ球渡辺ドリブル、渡辺が上げてきました。栗田マークアジエのヘディングシュート、まだあります。最後はアンジュンス、そして前向く前田からいいボールが出た。島村よく戻ってきました。柳田ナイススライディング、体を張った守備をしました柳田です。清水が蹴ります。そしてここで試合終了のホイッスル。2020明治安田生命 J3 リーグの第7節ヤンマースタジアム長居からお届けしました。セレッソ大阪 U23 対蒲田マーレ讃岐の一戦は1対1の引き分け、共に連敗ストップ、勝ち点1ずつを分けるという結果になりました。